皆さんこんにちは。私は機械システム工学科の教員しておりますコンサトン・ダクシン・ジャナンサクです。本日は機械システム工学科の魅力について、本学科に所属する学部2年生のお二人とともに紹介していきたいと思います。こんにちは、機械システム工学科2年の小野理香です。こんにちは、同じく機械システム工学科2年の松本隆です。機械システム工学科について簡単に紹介させていただきます。スマートモビリティ、デジタルものづくり、ロボティクス、ナノメカニクスの3つをキーワードに、幅広く機械システム工学全般の教育と研究を行っている学科です。私たちは現在、機械なくしては成り立たない高度な技術社会に生きています。本学科では持続可能かつスマートな社会を実現し、人類のフロンティアを開拓していくようなイノベーション人材の育成を目指しています。教育カリキュラムは1年生から数学や物理などの基礎科目と機械システム工学の専門科目の双方を学習できるようにしています。我々はこれを専門性の幹を育て、多様性の枝を広げる欅型教育カリキュラムと呼んでいます。十数名の少人数グループで課題に取り組む実験・実習科目を多く設置しているのが特徴で、データサイエンスや知能情報技術に関わる科目も強化しています。2年生の後半からは航空宇宙機械科学とロボティクス知能機械デザインの2コースに分かれて、各コースで興味のある専門科目を選んで学べます。3年生の後半からは研究室に所属し、卒業論文研究として最先端の研究開発にチャレンジできます。3年生の半年間の間には海外の大学へ留学するチャンスもあります。これは我々セメスター派遣と呼んでいます。1年次、2年次には各学年100名強の学生がいまして、3年生時以降は編入生も加わり、だいたい約120名程度になります。さて、これからですね、現在、学部2年生のお二人ですね、少し、インタビューしたいと思います。お二人はどうして東京農工大学の機械システム工学科を選ばれましたか？はい、私は高校生の時に宇宙探査機のはやぶさに興味を持って、こういうものが作ってみたいと思いました。それを機に宇宙工学や機械の設計について学んでみたいなと思い、機械について幅広く学べそうなこの学科を選びました。また農工大を選んだ理由としては、あまり大人数で話を聞く授業が得意じゃなかったので、少人数授業や丁寧な指導という点でこの大学にとても惹かれました。なるほど。じゃあ松本くんはどうでしょう？はい、自分は昔から好きだった、航空機に関する勉強だったり研究を大学でしたいと思っていて、まずは受験する学科を機械系に決めました。そして後期試験の出願先を決めるときに、高校の先生から東京農工大学の話を聞いて、そこで初めてこの大学を知りました。まずは航空工学を学べる学科で後期試験があること、そして生活や学習の面で東京ならではの経験ができることへの期待、そして自分で調べる中で分かった研究力の高さだったり学生の満足度の高さなどから受験を決めました。なるほどね。で、実際、今2年生ですけども、入学されてみてどうだったでしょうか？入学されてみて初めて分かった学科の魅力がもしあったら教えてください。はい、
私が感じたのがすごく学びの幅が広いなと思いました。機械の根本的な仕組みに関わる勉強からエンジニアや研究者にとってすごく大切な論文を書くスキル、あと実際に工具を使って行う実習など機械に関わる様々なことが経験できるのが魅力かなと思います。なるほど。松本君。はい、自分が、いろんな研究室の見学とかを通して感じたのは、研究の領域が予想以上に広かったことです。さまざまな工学の分野の研究室があって、さらにそれぞれが素晴らしい研究成果を出していると聞いていて、今後の研究が楽しみです。さらに、一般的な大学生っていうイメージと違って、時間割はほとんどみんな同じになるんですけど、個人的には同じ友達と学習できるのでこっちの方が好きかなと思っています。あと率直に感じたこととしては、やる気とか向上心のある学生がとても多くて驚きました。友達と一緒に勉強をしていても、気になったことについてどんどんそっちの方を調べよう調べようとして話をして、もともと結局やってた課題は進んでないなみたいなこともよくあります。なるほどですね。心強いコメントありがとうございます。そうですね、小野さんのコメントにある通りですね、本学科は教員と学生の距離が結構近くてですね、丁寧な、熱い先生の、ね、学生指導がかなり売りの一つです。で、入学後すぐにですね、学生生活の、フォローとか、それから、教員と先輩たちとの親睦を深めるための、オリエンテーションですね、一応実施する予定です、毎年は。それから、1年生の時にね、5名ずつの少人数グループに分かれて、各教授の先生の研究室で、2ヶ月かけて、テーマ研究を行う授業もですね、一応用意してます。で、松本君のコメントにもですね、ある通りに、卒業論文研究では、本学科ですね、航空宇宙、それから、エネルギー、新世代の新材料、ロボットとモビリティ、ものづくりなど幅広い研究領域をカバーした約30の研究室から選択することができます。で、設備もですね、結構充実していて、研究力は日本トップレベルだと自負しています。きっと、打ち込める、分野が皆さん見つかると思います。では、続いてですね、学生たちの、活躍を紹介したいと思います。農工大には、たくさんの部活動やサークルがありますけれども、機械システムコア科が公認してサポートしているものづくりサークルが5つありまして、3年生まで、これらのサークルに入って活動されている学生さんも多いです。小野さんは宇宙工学研究部で活動されているそうですが、いかがでしょうか。はい、私が所属している宇宙工学研究部はハイブリッドロケットというロケットと、あと小さな人工衛星のカンサットというものを作るサークルです。私はロケットの設計と製作を担当しています。すごく予想してたよりも本格的なロケットを一から作ることができるので、授業では学べないようなすごく実践的な経験がすることができてとても楽しいです。自分のアイディアを形にできたときは特に達成感を感じます。とにかくロケットや人工衛星を作ってみたいという方にはぜひ入ってほしいです。楽しそうですね。で、松本君は航空研究会に所属されているそうですが、サークル活動はいかがですか。はい、航空研究会はラジコンの飛行機やドローン、あとモデルロケットなど空を飛ぶものを中心にいろいろ制作しています。毎年参加している大会に向けた制作はもちろんですが、僕は個人でも
なんか好きなラジコンの飛行機とかを作って飛ばして楽しんでいます。もともと飛行機が好きだったので、入学前に大学のホームページでこのサークルを見つけて、ここに入ろうかなと検討をつけていました。先生もおっしゃったんですけど、学科の公認ということで、まあ、機械システム工学科の部員が多く、先輩方からは授業の話を聞いたり、同級生と一緒に勉強したりと、とても助かってます。また学科からもいろんな支援をいただいていて、活動環境もとても恵まれていて満足しています。ありがとうございます。授業以外もですね、まあ、こんないろいろ活動しててすごく楽しそうな大学生活でいいですね。他にもですね、ロボット制作を行っているロボット研究会、それからフォーミュラカーを制作している TUAT フォーミュラ、そして燃費を競う小型車を制作しているチームエネラボがありまして、それぞれ大会やコンテストに毎年出場していて、優勝や賞を受賞することも多くて、まあ、皆さん頑張って大変活躍しています。4年生からはですね、多くの場合研究室で研究活動に打ち込むことになります。機械システム工学だと工学科だと80% 以上の学生さんが大学院に進学されるので、3年生以上ですね、研究室で最先端の研究に取り組みます。ほとんどの学生さんが学会の講演会や国際会議での研究発表を経験されて、まあ、このようにですね、受賞される方も毎年たくさんいます。そして、まあ、卒業後どういうことを、まあ、どういう会社に行くかですけども、本学の、まあ、本学科の OB、OG たちはですね、大手の一般機械、重工業各社、輸送機械、電気情報通信企業、精密機器などの幅広い産業分野に就職されることが多く、まあ、各業界で第一線で活躍されています。最後にですね、せっかくなのでお二人の将来の夢と、機械システム工学科を目指す高校生の皆さんにメッセージをぜひお願いしたいと思います。まず小野さんの方からお願いします。はい、私は先ほども述べた通り宇宙工学のエンジニアになって宇宙産業に役立てたらいいなと思ってます。高校生の皆さん、受験勉強はすごく大変だと思うんですけど、それを乗り越えたら大学生活はとても楽しいので、ぜひ農工大に入って一緒に勉強しましょう。松本くんお願いします。はい、自分はやっぱり航空業界に携わりたいなとは思ってるんですけど、正直言って具体的にはまだ決めていないです。今後の研究活動だったり学習、あとさまざまなインターンシップなどを通して自分に最適な航空業界、好きなことへの関わり方を見つけていければいいかなと考えています。このビデオを見てくださっている皆さんは農工大を含めていろんな選択肢を持っていることと思いますが、今年はもしかすると気軽に大学に足を運ぶことができないかもしれないです。ぜひ、まあ、当学科を検討してみてくださいというのはもちろんなんですけど、まあ、いろんな大学さんの紹介ビデオだったり資料だったりを自分で見て、今後自分のやりたいことができそうかどうか雰囲気をつかんでいってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。本日は、ありがとうございました。未来を開くハイパーマシンを君が作る、皆さんの入学をお待ちしてます。